さて、うんちの話をするなかれ、お断りします。さて、これから楽しい楽しいご飯の時間なわけだが、パパ、みんなに一言注意しておきたい。食事中にうんちの話をするなかれ。うんちの話は食事をまずくしますものね。なかれって珍しい語尾だね。カヌレみたいで美味しそう。今、うんちの話をしただろう。食卓に緊張感が走る。パパ、うんちじゃなくてカヌレよ。なんだ、令和のお菓子か、紛らわしい。ご飯の時にうんちの話をしてはいけません。二人とも分かったかしら？はーい。今からうんちの話をしますね。人間が一緒に出すうんちの量は8トンらしいよ。うんちの話をするなかれ。あ、おっきいの出た。ご飯の時にうんちの話をしてはいけません。二人ともうんちかしら？はーい。じゃあ、うんちの話しませんね。はーい。ママ、ご飯は？お皿しか出てないぞ。パパ、ごめんなさい。風紀委員長が活躍するクイズゲームをやっていたら、ご飯を作る記憶がなくなってしまって、前作かな。ははは、イカれた女だ。そんなバカみたいなゲームをやるんじゃない。ごめんなさい、バカでした。仕方ない。今日は、創造飯で腹を満たそう。創造飯って、その名の通り、想像した飯のことだ。食べたい料理を想像しなさい。パパは、生姜焼きだ。じゃあママ、キャビア丼をいただくわ。さすがママ、リッチだね。私はピザ。さすが娘、アメリカンだね。僕は、まあやはり、カレーですよね。みんなも好きだろう？僕はカレー。うんちの話をするなかれ。いやー、なんでバッとなったのか、ちょっとわからないですね。僕は、まあ、今日はシチューの気分かな。ビーフストロガノフでもいいね。僕はシチュー。さすが息子、シティボーイ。それでは、いただきます。いただきます。もぐもぐ、もぐもぐ。生姜が効いてて、とても美味しい。キャビアが効いてて、とても美味しいわ。キャビアって効くのか。ちょっとつぼったな。聞いてて美味しいわ。こんな無意味なことやめようよ。無意味とはどういう意味だ？だってこんなことをしてもお腹いっぱいにならないよ。違う。無意味の意味を聞いているんだ。無意味の意味って意味がないってことでしょ。おかしいじゃないか。意味がないのに意味がないという意味が存在してるじゃないか。無意味が有意味になっているぞ。無意味、有意味、難しいよ。いいか、息子よ。これが文学だ。お皿にシチューがあるのか、ないのか、それともないがあるのか、確かめてみなさい。わかったよ、パパ。もぐもぐ、もぐもぐ。もぐもぐ、もぐもぐ。そうか。僕は今、文学を食べているんだ。さすがパパ、素敵な教育ね。ママ、少し顎が伸びているぞ。あ、ごめんなさい、癖で。癖って。ははははは。あははは。は？ははは。キャッハハハ。なんて気持ちのいい家族なんだ。うんち。